タカさんお疲れ様です。今回ねいただいた何話でしたっけ忘れましたけど76話ねいただきましたね。ついに77話ということになってきましたけども、まあ徐々にコンテンツの方も売れてるみたいなんでよかったなと思いますけども、まだまだこれからが本番ですからね。それからあれですよ、ネタの拾い方なんですけども、これねまさにね検索すれば出てくるんですよ。まあ、もっと言ったら検索しないと出てこないような人生を送ってるのかっていう風なね、朝起きてカラスがカート鳴いても別にネタになると思うんですけども、なんかねあれなんでしょうね、一つ一つの出来事がもうただ過ぎていくっていうかね、すごいドラマだなっていう感じれる受信力とか感受性ってものが薄れているのか、なんかねいろいろあると思うんですけどね。だから思ったよりもその見てるものが見えてないってここなんですよ。全然見えてないんですよね。ここのところもね、またねご相談事があったんですけども、まあ夫婦間のご相談事なんですけども、毎日会ってるのに分かってないんですよ。見えてるのに見えてないっていうのはこういうことなんですよね。で見えてるものなのに判断できないというか、もうそれこそその自分のスマホの中のなんかよく分かんない人との関わりがすごい密になっちゃって、リアルで会う人に意識が向かないっていうかね、まあ、そういうことになっていって壊れていくと。でそういう姿を見てる子供も結局スマホ脳になってしまったりとかしてね、家族とのもうコミュニケーション求めなくなっちゃうみたいなね。で何でスマホばっかり見てんのって言ったら、いやだってママもパパも見てるじゃんとかになって、なんか何も言えなくなっちゃうみたいなとかあってね、ああ結構ダメージ与えてるんだな。でそのスマホを使って賢くなるんだっていいんですけども、結構ねそうじゃなくなってくるということらしいんですよ。まあ、まさにそれは失われた30年みたいなのの原因っていうのをいろんなところに求めることができると思うんですけども、でもインターネットの普及によって多くの人がバカになっていったってことはね、これあるんですよね。残念ながらバカになってるんですよ。だからこう学習レベルも落ちてるし、その工夫することもないし、例えば検索して答えが出るのは素晴らしいことなんですけども、答えに向かうプロセスで頭を使うっていうことがなくなっちゃって、全部コピペのになるんですよね。ここに書いてあった、あそこに裏付けがある、ここがソースですみたいなね。いやそうじゃないだろうみたいな。それはね、インターネットの向こうには無数の人がいるけども、あなたの意見じゃないでしょ、あなたの考えじゃないでしょってところなんですよね。だからまさにネタを拾う力っていうのは自分で考えたことを発表するところではあるんですけども、でも誰かが考えたことと誰かが出した結論についてここにこう書いてありますと、確かに自分で責任取んなくてそれはすごくいいことだなと思うんですけども、いやでもね自分の脳は使えなくなってくるっていうのは、まあ、まさに思考停止と脳劣化で、みんながやるからやるとかね、なんとなく怖いからやるとかね、それから裏付けにソースにすごく振り回されちゃって、ソースって無数にあるわけですからね、どんな道でも研究対象っていうのはいつも賛否両論ですからね。なんですかね、国論を二分に分けたとか言いますけどね、何でも二分に分かれるんだって話じゃないですか。それもこっちで考える人もいればこっちで考える人もいて、中間もいてとか、グラデーションなわけですよね。だから余計思うんですよ、みんなの意見はあるけれども私はどうなんだろうとかね、自分はどうなんだろうと、それこそ他者の考えとか必要なくなってくるんで検索はしなくなるはずなんですよ。頭を使うと検索しなくなるんですよ。でも頭使えないと他者の結論とか他者の考えに頼ってしまうので検索の回数って増えるんですよね。で自然そのもうそのスマートフォンに操られる人生になってくるんですよね。で自分で考えれるようになると自分でネタも作れるし、自分で選択肢も作れるわけなんですよね。私はすごく思うのがね、画用紙に絵が描けるかどうかって問題ですよね。自由にやっていいよって言われたら自由が困るっていう人もいるわけですよ。でも自由って本当に自分で白い画用紙に絵が描けるわけですから、そこに何を描いてもいいはずなんですけども、でも今の流行りはどうとかね、こういった作画法があるからとか、まあそういうのにね、こう結局は操られてしまうんですよね。そんな関係なく自分の感性のまま描いたものがなんかね、莫大な金額で売れたりするのは、まあなんか納得できるなとやっぱりこの年になってきますよね。ということでね、ネタの作り方って別に何も検索しなくてもこうやってカメラ回すだけでバン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 喋れると思うし、それがどんな価値を帯びるかっていうのは、それはね受け取る人が全部決めるんですよね。受け取る人に展開力があればどんなネタからも大きく広げてくれるし、その展開力がなかったら何それよくわかんない、いわゆるね意味わかんないで終わるんですよ。意味わかんないって言葉、その意味をね理解する能力がない人が自らね、私は全然考える頭がありませんって言ってるのと同じなのかなと思うんで、
まあ、禁句中の禁句かなと思うんですけども、まあ、よく使われる方がいるんじゃないかなと思います。そしてなぜかね、意味わかんないって言われた方が罪の意識を感じるんだけども、お前の理解力がないからだよって言い返す度胸は、まあ、ないのかなってことでございます。はい、で前回ね3つネタを出しました。ネタの拾い方、それから面白いトーク術、それから継続のコツなんですけども、この3つともねやっぱほとんどの人が持ってないんで、これ毎回毎回これ出るんですよ。でネタの拾い方っていうのもまさにね、検索しても全然いいんですけども、でもそれでもネタがないって言うでしょ。なんか自由に話してみてって言われてパパパッと話せる人ってあんまりいなくって、いきなり振られてもみたいになるわけですよ。でもなんかね、話したいこととか伝えたいことって山ほどあるんですよね。そういうところはね、この YouTube 活動してても結構感じるところなんじゃないかなと。何かを振られたらそれに対しては返信できるけども、じゃあ自由にどうぞって言ったらね、もうスタートしないみたいなね、自由が一番困るみたいな形になっちゃうのかなと。まさにそのクリエイターの方が必要なんですよ、作り出す能力が。自分たちから無の空間から白い画用紙にさまざまなものをね、クリエイトしていくみたいなことが必要だったりするんですよね。そうなるとネタに尽きるってことがないし、まあ、まさに人生にネタなんて尽きるわけがないんですよね。まあ、情報は無限にあるわけですし、それ思考方法は無限にあるんで、それも自分の脳みその中から取り出すわけなんで、どっかに行ってどっかの答えをね持ってくるってことになると、また困難な道が始まりますけども、でも今便利なね検索機能ってものがあって、でも検索機能もすごく危険で、検索の結果って操作されてるわけですからじゃあ検索に出てこなかった、もしくは検索で見かけなかったものってのは一生自分の頭に上らないってことになっちゃって、選択肢がものすごく狭い行動なんですよね。選択肢っていうのは、検索っていうのは非常にこうやばいと、脳の萎縮させることのもう最たるものかなと思ってしまうわけなんですよ。それから面白いトーク術なんですけども、これは話す相手によって変わりますよね。相手がどんな人なのかってことに対して、話し方とか話す内容とか、それこそネタそのものを変えていかなくちゃいけなくって、興味がない人に対して面白いネタを振ったところで全然分かってもらえないところがあると思います。で、あと継続の方法ですか。これ継続の方法はないですね。これ生まれつき継続できる人とできない人がいるとしか言いようがありません。ということで、継続できない人に対していろんな工夫を出したところで、いやそれができないから困ってるんですっていうね、おかしななんか返信が返ってくるだけなんで、もうお互いくたびれますんで、もう継続できない人は放っといて継続できる我々だけでやっていきましょうということになります。まあ、そもそも生まれた時に決まってると思った方がいいんでしょうね。これはね、やっぱり人間の可能性っていうか、後天的なものがあるっていうふうにね信じたいんですけども、残念ながらそれを否定する人のおかげで後天的な才能ってものがどん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 否定されていくってことは否めないことかなと思うんですよ。だから我々もね、話の分からない人と話すことはないんで、話のね分かる人にだけこの動画を届けていく、そういう意味で言ったら再生数が減るってものすごくいいことなんですよ。再生数が増えるってことは、分かったふりをしている人がもうたくさん溢れてくるってことなんで、どん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 再生数を減らしていってね、まあ意図的に減らすわけじゃないんですけども、再生数が最初にね50、60だったものが20、30になってきて、最後は5とか10になるっていうのはものすごく関係性は濃くなってるってことなんですよ。他の人には受け入れられないものがその人に届いてるってことなんで、それをこそすごく大事にするべきなんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、それでね、今回の YouTube のネタ本題になってきますけども、YouTube をねやっていて、ものすごくね負担だったこととか嫌だったこととかで、特にタカさんとか YouTube で家族を養ってらっしゃるんですけども、家族なんてのは分かってくれないわけじゃないですか、その辺を。だそういうふうに家族との乖離が起きた時にどういうふうに立ち向かっていくのかってことが今度のね、ネタになればいいかなと思っています。77話なんですけども、一生懸命知恵を絞って時間を使いこなして、もう時にはね家族が寝静まった時でもやっているタカさんに対して、温かい家族ってのは一体そこにいるんでしょうかとかね全く理解されてない自分がいるんじゃないかなとか、そもそもそれはね永遠の課題なんですけども、家族の中で主に稼ぐ人とか主にその生活の基盤を作る人って一人なわけなんですよ。まあ、それに対してそれを消耗してくる、いわゆるどんどんね使い込んでくる人っていうのが大多数いて、家族の中がもうすごく乖離が起きてくるっていうかね、だから本当に家族が癒されるべきなのに家族に傷つけられてることになるんじゃないかなと思うんですよ。だからそういう不安も YouTuber として実績を高めていけばいくほどね増えていくんじゃなかろうかと思うんですよ。特にね自宅の中で仕事をしていったら家族が優先なのか、お父さんがやってる仕事が優先なのかっていうのを、分かってもらいにくいと思うんですよね。
本来は稼がなければ家族が成り立たないんで、それこそ将来もないから、お父さんが仕事始めたら全面的に協力しようよってなったら一番いいんですけども、逆ですよね。家で仕事やらないでみたいになるわけじゃないですか。そういうことを考えると、ものすごくなんかタカさんの立場もどういうふうになっていくのかなっていうふうに思われるかもしれませんし、今頑張ってらっしゃる方ね、必ずそこにぶち当たると思うんで、それに対してタカさんはすごくいいアドバイス、いやこういうふうに考えていったらいいんだよ、こういうふうに行動したら家族を分かってくれるみたいなのがあったら、今度78話でねお聞かせいただきたいかなと。つまりは、家で仕事をする人は家族とどういうふうに歩調を合わせていけばいいのかってことですよね。どういうふうにやられてますか。それではいってらっしゃい。